埼玉県立大宮高等学校は、埼玉県埼玉市大宮区天沼城2丁目に所在する公立高等学校。通称は大高。男女共学の公立高校で進む学校である。埼玉県の公立新学校として、男子校の県立浦和高校、女子校の浦和第一女子高校、共学の本校を県立を参加と呼んでいる。 2003年よりに学期制を導入し、2006年からは、学習で土曜授業を実施。2007年には、長期休業の短縮、計画的設定により、5日間程度の授業を確保。それにより、合計で約30日以上の授業日を確保している。理数科は、理数系科目を重視した、専門性の高い授業内容で、 医派く理工系大学進学を狙いとしたカリキュラムとなっている。国際交流としては、ドイツコトブス姉妹校との交換留学制度などが設けられている。1950年から2009年までの東京大学合格者は83名となっており、県立浦和高校、熊谷高校、浦和第一女子高校などに次ぐ県内6位であるが、近年、県内公立高校では、 県立浦和高校に次ぐ合格者を出している。今まで東大合格者は一桁だったが、2010年に初めて2桁となる16名が東大に合格している。2011年に16名、2012年に過去最多の17名、2013年に11名、2014年に13名、2015年に10名、2016年に13名が東大に合格。 東高大、筑波大、千葉大などへも毎年合格者を出し、東高大へは2016年に15名合格し、全国7位にランキングされた。筑波大へは2015年に26名合格し、全国4位となった。2016年は、国公立大学に195名の合格者を出している。男子部、女子部時代から継続。男子、 金ボタン5個の黒爪絵理学生服、女子、紺のブレザー白ブラウス。令和3年度より、女子は、スカートかスラックスを選択できるようになった。学職あり、女子部男子部統合後次の教育組織がある。2015年10月16日、第36回恐怖大会に参加中だった2年生、女子生徒がスタートから約1時間15分後の同日11時45分頃、 ゴール手前の約1.6キロ地点で倒れ教員による心臓マッサージを受けて心肺停止の状態で病院に搬送。翌17日夜、搬送先の病院にて死亡する事故が起きた。これを受けて埼玉県教育委員会は同月21日全県立高校に向けて体育活動等での事故防止徹底を通達した。運動部文化部や球部は 甲子園に春夏合計で7回出場し、夏にベスト4になったことがある。ボート部や機動部が全国大会に出場している。吹奏楽部は2005年から9年連続で全日本吹奏楽コンクール西関東大会に出場し、9年連続金賞を受賞。2011年には念願の全国大会出場を、果たし初出場で銀賞を受賞。また、 2010年3月に行われた第33回全日本アンサンブルコンテストでは木管市重奏が全国大会に出場し金賞を受賞している。生物部は2011年と2014年に国際学生科学技術フェアに出場している。また部員が2013年の第24回国際生物学オリンピック日本代表として出場している。クイズ研究部は 2014年の第34回全国高等学校クイズ選手権で埼玉県代表となり全国大会に出場している。文学部と漫画研究部は万分連合として連携した活動を行っている。理科系の部活動や理数科の生徒が中心となり、第2、三余会科学の甲子園全国大会に埼玉県代表として出場している。理科系部活動、 例えば科学研究部は第41回全国高等学校総合文化祭に出展しており、生物部は第54回日本学生科学展で内閣総理大臣賞を受賞している。小倉100人一種競技カルタ部は2014年第36回全国高等学校国ら100人一種カルタ選手権大会に出場したほか、全国高等学校総合文化祭に 県代表を一名派遣している。2015年にも全国高等学校総合文化祭に県代表を一名派遣している。自由、自主創造の校風である。制服は男子は学生服、女子はブレザーである。ありがとうございます。